北海道日本ハムファイターズ西川遥輝22歳。盗塁っていうのが本当に野球の中で僕は一番しんどくて、2014年パリーグの盗塁王に輝いた。第一歩から一気にトップスピードに入り、瞬く間に次の塁を奪い取る。まあ、僕もミスできないというプレッシャーもありますし、まあ牽制もらったり、行こうと思ってもタイミングが良くなくて走らずにやめたりっていう。相手バッテリーとの駆け引き、一瞬の判断ミスが命取りとなる。下半身の筋力が一番使うところだと僕は思っているんで、下半身の疲れは非常にありましたね。ただ走るのではない、いかにチームに貢献できるか、内容のある盗塁を追い求めてきた。プロの世界に入って4年、最もこだわりを持つバッティングは悩みも多く、さまざまな葛藤を抱きながら試行錯誤を重ねた。類まれなバッティングセンス、そしてここ一番での勝負強さ、強いスイングから放たれる鋭い打球は相手足の間をいとも簡単に突き抜け、さらにはスタンドへ。栗山監督がチームがその求めてるものってやっぱり、まあ、走る方もそうですけど打つ方を求められてると僕は思ってるんで。見るものを魅了する、力強くかつ美しきバッティングフォーム。1番に定着するとフルスイングを封印し、ミート中心に切り替えた。そしてチームトップの安打数をマーク、勝利のために最善のプレーを心がけた。持ち味のスピードを生かした走塁、そしてバッティング、大きな可能性を秘めた西川遥輝は日々進化を続ける。僕としてもチームとしても多分満足いってないですし、やっぱりもっともっと上を目指していかないといけないと僕は思ってますね。覚醒し進化を遂げた盗塁王西川遥輝の2014年を振り返る。